ゆっくりレ夢ムと、ゆっくりマリサだぜ。ねえねえマリサ、この間さ、ついにオープンワールドのアクションゲームを買っちゃったのよ。またゲーム買ったのか？やりすぎじゃないのか？そんなお母さんみたいなこと言わないでよ。そのゲーム、作り込みが細かいところまでちゃんとしてるからめっちゃ綺麗なの。そうなのか？それだったら、ちょっと見てみたい気もするな。その綺麗さを目にしたら、マリサもきっとやりたくなるに違いないわ。めっちゃ絶賛するじゃないか。まあ、私の綺麗さには及ばないけど。あ、そう。それで今挑んでる大きい神殿のダンジョンがあまりにも綺麗だから、実際に行ってみたいなと思ってさ。大きい神殿のダンジョン。じゃあこの話をしないわけにはいかないな。ということで、今回のテーマは出雲大社についてだ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。出雲大社と大きい神殿って何か関係あるの？あるぞ。だからまずは出雲大社の巨大神殿について。どういうこと？現在の出雲大社の本殿は国宝となっていて、高さは24メートルにも及ぶ草原さを兼ね備えた建築物だ。出雲大社ってそんなに大きかったのね。そうだぜ。だけどもっと昔の出雲大社は高さが16畳という、実に48メートルもあったそうだぞ。それって今の倍の高さってこと？だな。平安時代中期の歌人である源為則は、幼児向けの教養食地図サミの中で、当時の高い建物としてうんた、和に、共産と記しているんだ。一体どういうこと？うんたは出雲太郎で出雲大社、和には大和次郎で東大寺大仏殿、共産は京の三郎で平安京の大極殿ってことだな。つまり、平安時代の子供は日本で一番大きい建物は出雲大社で、奈良や京都の立派な建物がその次に大きいという教育を受けていたことになるわけ。おお、そういうことか。また、戦国時代の資料には慶光天皇の時代には32畳の高さで、その後26畳となったとあるぜ。ちなみに32畳だと、約96メートルってことになる。マンションだと30階くらいの高さだな。マンション30階？高すぎでしょ。まあ当時の建築技術でそんな高層建築物を建てることが可能だったのかどうかは立証されていないけど、ここまで来ると古代史のロマンを感じるよな。32畳はともかくとして、16畳の高さはある程度の現実性があるのではないかとして、明治時代に学者の間で論争となったことがあるんだぜ。学者同士が争うまでに、それで結果は？それがな、決め手がなくて実態は不明のまま、長らく言及されることはなかったんだ。決着はつかないまま、時は流れたのね。だな。ところが1999年に出雲大社の境内で発掘調査が行われて、直径 1.3 メートルの木材を3本組にした巨大な柱が発見されるんだぜ。その形状や3カ所から出土した柱の間隔から、アルズメンとの関係性が指摘されることとなるんだ。アルズメン？まさかの進展する感じ？うん。その図面は出雲大社旧寺家の千家家に長らく伝えられた、金輪の五造営指図という平面設計図で、古代の出雲大社を描いたものだ。だけど本殿は正方形で、田の字型に配置された9本の柱は3本の材を鉄の輪で束ねて1つの柱とするなど、建築の歴史上あまりに得意なものだった。ありえないってこと？だな。だからそれまでは、現実性のあるものとは考えられていなかったんだ。だけどこの発掘調査により、それまで得意とされていた図面の記述が考古学的な裏付けを得ることになる。歴史的にすごい瞬間っぽいことだけは伝わってくるわ。そして階段の長さは一丁で、なんと約109メートル。その他の金輪の五造営指図の記述も、現実性を帯びることとなったんだ。まあ要するに、高さ16畳にも及ぶ出雲の古代神殿は絵空事ではなくなったということだな。長年謎だったことが解明されていくって、なんか神秘的よね。だな。それで発掘調査で出土した柱には、放射性炭素による年輪年代測定法が行われたんだ。これは炭素が時間の経過とともに規則的に減少する性質を利用して、木材が切り出された時代を特定する方法だぜ。それで？その発掘された柱はいつの時代のものだったの？その結果、鎌倉時代前期から、中期頃のものと推定されたぞ。また、出雲大社の国宮津古家の所蔵文書によると、1248年に神社本殿の修理が行われていて、出土したものはこの当時のものである可能性が高いそう。700年以上も前のものが今になって、でも出雲大社の巨大な本殿がいつ頃建てられたものなのかについては、現在も特定されていないんだ。だけど日本書紀には出雲の国宮津古にって文があって、かなり古くからその存在は確認できるぜ。さすがに最初に建てられたことまではわからないか。同じく日本書紀の別伝承には柱は高く、板は広く厚くとあって、その巨大さは十分に想像できるな。当時に写真でもあれば、一発で解決したのに、後古事記には大国主が天孫に足原の中津国を譲る代償として、立派な印西場所を建ててくれるのを求めたとあって、この印西場所が出雲大社の起源とされているんだ。神社といえば神話よね。ちなみにその大国主さんの話ってどんな感じなの？しょうがない、軽めに話しておくか。大国主は出雲の国をはじめ、地上の国土を治める神として君臨していたんだ。だけどある時、神々の中のさらに神であるアマテラスから芦原の中津国を譲るように命じられて、天界から国譲りの使者を迎えることに。どうする大国主さん？使者を追い返すのかしら？いや、大国主はアマテラスが送った使者を配下や身内として取り込むぞ。だからアマテラスは思うようにいかなかったんだ。まさかの仲間にしたー。そこでアマテラスは竹三日月を天界から差し向けて、交渉に当たらせるぜ。そしてついに竹三日月の交渉によって、国譲りが成立することに。やるわね竹なんちゃら。だけど大国主は国譲りの際私の国をお譲りします。しかしその代わりに私の引退後の住まいとして神々が暮らすような立派な神殿を建ててほしいとの条件を出したぜ。それを聞いたアマテラスはこの条件を受け入れて、現在の島根半島に立派な神殿を建てることにしたそうだ。その立派な神殿って、もしかして、大国主がアマテラスに建ててもらった神殿は天の日住の宮、と呼ばれて、さっきも言ったけど、これが出雲大社の起源であると言われているぜ。ちなみに、大国主はこの立派な神殿には住まずに現世をアマテラスに譲って隔離を収めることにしたそうだ。隔離よ？あの世的な？隔離よっていうのは目に見える現世を映した世界のことで、この現実の世の幸福は隔離よから与えられているとされているんだぜ。そのことから、人と人とを結ぶ目に見えない縁や人の運命について大国主が治めることから縁結びを司ると言われているんだ。大国主さんって縁結びと関係があったの？そうだぞ。すなわち縁結びを祈願される出雲大社が立った理由も、出雲が縁結びの地になった理由も一応、神話が元になっていたりするんだ。大国主様に供物を捧げねば。おい、縁結びと関係があるからって態度変えるのやめろよ。縁結びに全力を尽くさないとね。だって恋愛は出会わないと始まらないから、すごい熱量だな。まあこの神話が何かしらの歴史的事実を反映しているとするならば、日本という国が形成され始めた初期には、すでに出雲の地に巨大な神殿が建てられていたのかもしれないよな。なんかそんな気がしてならないわ。また出雲の国不時には吉栗山の木材が使用されていたというような記述があるんだ。そうなの？出雲大社の建立に使用された木材は、どうやら周辺地域の山林から切り出されて川を伝って運搬されていたようだぜ。吉栗山は出雲市佐田町にあって、付近を流れる神戸川を下って出雲大社まで運ばれたようだな。人力で運んでたって考えると、昔の人はパワフルすぎよね。だな。出雲大社の古代神殿は研究の余地を残しながらも、その巨大さにおいて一定の確実性が立証されたわけだ。あと、驚くなよ。出雲大社本殿は平安時代から鎌倉時代にかけて、約6回ほど倒壊しているらしいぜ。嘘でしょ？そんなに壊れてんの？あと、659年に斉明天皇が出雲大社を修造したということが歴史に残っているから、少なくともこの奈良時代には出雲大社が神社として存在していたことになるな。その時代に存在したのは確定してるっぽいね。また、平安時代の出雲大社は48メートルの高さだったと伝えられているぜ。48メートルって言うと、どのくらい？そうだな。48メートルはだいたい17階建てのビルに相当する高さだな。平安時代に17階建てのビルと同じような建物があったなんて、私の頭じゃ想像できないんだけど。そして鎌倉時代以降は武家が国を治める時代となって、神社は武家の影響を強く受けるように。出雲大社を含む全国の神社は、武家の力によって遷宮や修造をするようになっていくんだ。ほうほう。それでこの頃はどのくらいの高さになってるの？戦国時代の出雲大社は18メートルの高さだったと伝えられているぜ。なんか小さくなってない？だな。この社殿の縮小化は鎌倉、室町、江戸と継承されていくんだ。出雲大社ではこの時代の社殿を仮殿式と呼んでいて、本来の大きさではないという認識を示しているぜ。でもどっかのタイミングで現代くらいのサイズになるんでしょ？まあな。そしてこの仮戸の式は鎌倉時代から江戸時代まで、実に500年間も続いていくんだ。500年間も小さくされた出雲大社さん。だけど出雲大社の社家の人たちは、かつての大きさを取り戻したいわけだ。そりゃそうよね。だってなんか大きい方がテンション上がるもん。別にテンションは関係ない。それで社家の人たちは江戸幕府に熱心な交渉を続けて、1667年に平安時代の半分の高さである24メートル。敷地面積は平安時代と同じ規模を取り戻すことに成功するぜ。ついに500年の時を経て大きさが戻った。そしてこれをもって正殿式と称して、本来の規模を取り戻したということを宣言したわけだな。よかったよかった。長かったわ、500年間。いや、別に霊夢は関わってないだろ。なぜか他人事とは思えなくてさ。こうして鮭の方々が苦労して取り戻した、江戸時代の正殿式の復活。しっかり現代の出雲大社に引き継がれていて、その高さは変わらず24メートルとなっているぜ。めでたし、めでたし。これで出雲大社についての解説は終わりだぜ。まさか日本に大きな神殿が存在していたとは思わなかったわ。私も初めて聞いた時は驚いたぜ。日本は神殿っていうイメージがないからな。なんか神殿の話をしてたら早くゲームがやりたくなってきたわ。ねえ、私の一生のお願いを聞いてほしいんだけど、どうかしら？どうせゲームがやりたいから早く帰らせろってところだろ？そもそも、そんなことのために一生のお願いを使っていいのか？いや、手伝ってほしいのよ。手伝う？何をだ？ゲームは勘弁してくれよ。ゲームじゃないわよ。私は巨大な神殿を作ることにしたの。いや、普通に無理だろ。だって昔はあったんでしょ？巨大神殿。まあそうだけど、そもそも何のためにだよ。画面の中じゃなくて、実際に体験した方がリアリティあっていいでしょ？なんで私が霊夢の遊びの手伝いをしなきゃならないんだよ。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。またゆっくりしに来てね。